はい、こんにちは。はい、こんにちは。ハレルヤプロの高橋優太と。はい、ハレルヤプロスの井川佳彦です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。第9回、ハレルヤコンバット、はい。はい、ハレルヤコンバット。はい。うん、これが井川さんが2回目。2回目ですね、僕は。はい。僕は初めてなんです。そうですね。はい、あんちゃんがね、初めてっていうのはちょっと意外でしたけど。はい。ちょっと前に、成田に移動になったせいで、収録する機会がなかった。あ、なるほどね。で、今回、じゃあ久しぶりにこちらに来てって形ですね。はい。どうですか、最近の。最近はですね、まあ、ちょっと大会出る機会がなかったので、はい、最近は割と夜 MOL 時間の代わりにちょっと筋トレやったりとかしてるぐらいですね。いいですね、うん、筋トレ僕もブームだった。JT 京都だったかのカバレージ、うん、ウィリアム・ジャンセンが、あ、書いてましたね。フィジカルトレーニングをして、そう結構日本のプロがもうすごいって影響を受けてたんですけど、やはりね、はい、マジックは心技体と、はい、ね、体力もね、結構ね、特にプロツアーとかグランプリ長期戦ですからね、まあ、精神、技術、体力ずっと備わなければね、いけないからね、やはりたまには筋トレもしてね、自分を磨こうかと思いました。僕も今ジムに通ってます。お、いいね、はい、筋肉1キロ増えました。あ、すごい。あんちゃんの場合ね、痩せてるから、はい、あの筋肉ついて体重増えるのはすごいいいことです。そうです。僕はどっちかというと落とす側ですけど。今回ね、フォーマットがパウパー。え、パウパー？パウパー。めっちゃ珍しい。パウパーなのこれ。もしかしたら日本初のパウパー動画かもしれません。お、パウパー動画確かにあんまり見ないですね。はい、パウパーというフォーマット自体が珍しくて、うん、はい、パウパーっていうのを何かと説明すると、はい、本だけで構築されたマジックオンライン準拠のフォーマットです。あ、はい、なるほど。じゃあマジックオンライン準拠ってことだと、ヒルトゥートゥーラク、トーラクへの参加とかは使えない、はい、逆に小物持ちしてあのチェイナーの布告とかは、うん、あ、なるほど、小物として使えたりもするので、リアルだとチェイナーの布告はアンコモンしかないけ ど、マジックオンライン準拠そうですね。なるほど、はい、小物だけなんですけど戦略性がすごく高くて、いろんなデッキがあると思う。そうですね、各色5色とも全部強くて、そうです、確か5色とも単色デッキあったりとか、そうですね、うん、あとまあ神話とか、あ、コンボデッキもウルザトロンもありますし、うん、そう、ウルザトロンも小物なんですね。そうです、今日はそんなパウパーの動画をお届けしたいと思います、思います、と、はい、ということで、じゃあ実際に対戦してみますか。はい、やりますか。頑張るぞ、はい、では運命のダイスロール。ダイスで勝率が2割か。あ、8やるやん、はい、10。お、やるね。ということでいただきましたよ。やるね、やるだろう。はい、これは非常に、まあやり、はい、って形でここで大丈夫。ちょっとあのこれですね、これがね、ちょっと難ありなんですけれども、かなりバリューが高いので、一旦目がこう、これの、まあ、こっちからかな、行って引いたらこうですね。引かなくてもまあちゃんとアクションできるので、今回はこれキープ、ちょっとここに不安ありますけどキープしたいなと思います。非常にバランスのいい書です。土地ありクリーチャーあり打ち消し呪文あり、まあ、これはどんな相手が来ても間違いなくキープするバランスの取れた書です。ラッキー。お、はい、よし、じゃあ行きますよと。はい、お願いします。お願いします。1ターン目はゴブリンの軍勢、これ他のクリーチャー呪文ね、プレイしないと殴んないんですけど、はい、割です。なかなかコモンパウパーでしか見ないようなクリーチャーですね。まあ、1マナ22という優秀なペアリーのアクト、お、マジックオリジンの、そうですね、自分と同じ名前のクリーチャーがいるとワンドローします。2体目が出るとワンドロー。そうです、なるほど、はい、3体目でもワンドロー。ドロー、ここです。ここ、シュッ、うーん、違うな。ワンランドキープかな。くワンランドキープかな。おりゃ通ります。はい、ジャッカルの使いモードしました。アタック19、18。はい、終わりです。そんだけね、手札がいいってことだからね、はい、ワンランドキープということは。なるほどね、うん、プレイがね、難しいよね、青さん、青さんは。ここは攻めに行きます。19、はい、お、忍術、忍術、自分の攻撃してクリーチャー戻して、手札から直接プレイ攻撃状態に出すことができて、効果でワンドロー。これベストムーブですね、はい、さあここです。さっ、よっしゃい、山こっから、ただ出るデイズ目くらましを
ケアしませんというかできませんので、どうしようかな。最大効率を考えるかな。シュッ通りました。炎珠族、はい、出ました。炎珠族の使者でじゃあ2マナ出ました、はい、谷をかけるもの、はい、出ました。はい、という形で2マナ2、2が殴って3対6点、はい、はい、10、はい、一気にね、はい、ちょっと、はい、古文の世界とは思えないぐらい爆発力があるはい、モダン級、はい、では、どうします。これでね、まあ、忍者もブロックできてみたいな、かなりウィンコンディションですね。厳しい厳しい。いや、ワンランドキープね、するからには強い手札ですよ。ここは守りの構えです。そうですね、守るターン。戦闘モゴルムで終わりです。はい、戦闘モゴルムがね、このマッチアップの結構キーなんで、島の数だけコストが減るって今3番です。はい、ドロー。さて、どうしようかな。これはあのスパイアゴールムはもう無視するプランかな。無視するプランでいきそうですね。さあ、ただクリーチャーの数に差があるので、まだイベントして僕は不利です。ゴブリの軍勢がクリーチャー呪文をプレイしないと殴れないので、はい、何かしら出さないと。そう、選択肢1これとこれ、選択肢2はもうこれからのフルパン、どっちかなんですよね。まあ1体減っても6点入るから、今僕のライフが12ですね。なんで6点入ったらもう大ピンチ。ここはクリーチャー数を保つ方でいきますか。稲妻、はい、で、これモグの徴収部隊、はい、はい、で、これで投げるようになったから、ほら、全員いけー。じゃあ、で、エンジェルの死者をブロックして6点です、はい、終わりです。もう無理やり押し込むプランでいきましょう。ピンチです。さて、どうし、トップデッキしなかった。戦闘のゴーレムもう1枚出されるとちょっと厳しいが、あるのかとか、うん、ないんですね。ないんですね。フェアリーの悪党、はい、フェアリーの悪党でワンドロー。お、ワンドロー、いいね。しかし数が並ぶとこっちもちょっときつい。はい、で2枚あります。モダンデ禁止のコーカードもパウパーならなんと使える、使えてしまう。下下ではないです。強い3ドロー実質6か、難しいな。ここでリスクを受け入れるかどうか。うん、次のターン こんな感じで6します、ね、うん、多分そうだね。じゃあ終わりです。ここでフェイズめくらましだけ食らいたくないよと。お、お、100点か。これちょっと下がった20点くらいの方がいいな。100点は言い過ぎか。まあでも100点か、100点だな。とりあえずシュッ、奇襲隊はめくらましされるよと。でもこれで殴れるようになったので、はい、全部殴りますと。あー分かった、分かっちゃったさあ、僕が何を引いたんでしょう6だからな。厳しいでしょう。5か、はい。レイズの2枚目はどうせ一緒なのでファイターグロー。負けました、はい、トップです100点だわ。100点でしょう特に問題なくクリーチャーとスペルのバランスがいいのでキープします。土地土地、クリーチャークリーチャー、ドロー、カウンターで悩んでます早くもなくて、60点ぐらいですね。そんなに高くないかな。マリガン寄りなんですけど、マリガンしますか。マリガン、はい、じゃあマリガン後の運命の
やでもまあダブマリよりはいいからやろうかなと。ちょっとねこれも不安が残るですし、ちょっとね滑る方なんですけど、まあダブマリよりはいいかなと思います。少ない、はい、あこれ嬉しいですね。一番欲しいカードなので上を置きます。はい、お願いします。シアン、はい、このシアンもね何回も採録されてる、強いよね。そうですね、東急のカード。どのようにしますか。俺はね、いつもね使ってんのこれじゃないんだよね。あの基本セットの方、うん、M10 だっけ、 M11 かなんかのあっちのイラストの方が僕は好きですね。このネタどうします。なんちゃんは私、僕もね、M10 の方が好き。あ、そうなの。なんかローウィンとか好きそうなイメージだったんだけど。ローウィンのブロックのカードが大変好きです。そうだよね、はい、フェアにあるしね。はい、はい、出ました。はい、モグの徴収部隊だっけ。そうっす、テンペストのコモ、はい、終わりです。さあ、ここがね、呪文を、こいつがね、モグの徴収部隊が呪文をプレイしないと殴れないと。殴りてーけど、カウンターを構えてるところに発射したくもないけども、まあ呪文詰まりのスプライトはされないので諦めましょう。はい、ただの一召喚だからね。来ました。はい、シャラ青グラかな、赤青グラかな、16です。あれあれ終わりです。どうします。あれ終わりです。お、なんだ高橋、不気味だな。ドロー、多分スプライトですねこれは。この構えはね、長年スプライトを食らい続けてきた井川さん。そう、僕もね、スプライトも結構使ったし、使われたんでね、いやスプライトだな。はい、14ラウンドセットで終わり。慎重な井川さんですね、ちょっとね、こっちもリソースに不安があるから。じゃあ、今までスパイダーウィンドルです。スパイダーゴールも来ましたね。このマッチのキーカードですね。このフレームスラッシュ打つしかないので打ちますが、これはまあ概ねカウンターされます。スプライトなんですが、これはするので稲妻を打つと。で、これが落ちるよと。やっぱ持ってましたね。はい、で、さっき我慢したモグの徴収部隊出して、はい、アタックできるようになったので4点。10です。終わり。やはり想定通りと。はい。イカさんの冴えたプレイが光りますね。ありがとうございます。じゃあ2マナでスパイアゴール、はい、ああ2体目つらい。大体コストで島2枚戻して紛失をなんとヴィンテージです。制限カードはパンパンがなんとすごい使えてしまう。なんかそっち禁止カードだらけじゃない。7枚ですけど僕は2枚です。1枚です。怖いです。さあこれはねピンチですね。もう9割5分ぐらい負けてますね。っていうのにかなり余裕があります。ドローにゃんにゃん終わり。どうします。ふぅ、さあ戦闘のゴールムがね硬いね。やっぱ今まで、ね、ボロスの占い師を強い。これモダマスターでホモに。モダマスだっけ。はいはいはい、はい、前はアコモだったんですけど、ね、スタンダードでね大活躍したカードなのにね。シアンを打てるところ。くこれはまずい。ただシアンは今は打つ必要ないので終わりです。慎重だよ。殴りもしない。ドロー。長引いてればそのうち勝てる。こいつらがね、もう徴収部隊さんたちがね、殴れないんですね、クリジャージも取らないと。ということで僕は演技です。はい、これはこれは優勢優勢も優勢有利ゲージ高橋けがり。さっき加えた試合を持ちます。はい、素晴らしいですね。素晴らしい、シャフルですね。どうしない。夢も希望もない。で、またボーラスの占い師を出して硬い誘発で、なんと上に積み込む対抗呪文。コンボってこと。そう、シアンで積んだいらないカードを下に送って。これいらないカードです。すごいじゃん。で、もう殴るついに殴り出す18。終わりです。これダブルブロックすればいいもんね。そうですか、はい、だろう。くー、何もできぬ。何もできぬ。終わりです。はい、土地何枚このデッキ。土地18です。18だよね。18、3分の1引いてます、ね、悔しいの、悔しいの。また余裕
あですね、はい、サンドバッグドーマーあのじわじわと真綿で首を締めるカードパワーの差が激しいの終わりです。5マナで噴出落ちます。余裕いいね。さっきはだいたい、今度は数値そのデッキ噴出も4枚ミスター3枚です、ね、3枚これ2枚引くとあのかさばっちゃって、ね、打ちにくいので2枚目が打ちづらかったりする。そもそも土地が少ないデッキなんですけど、うんうん、噴出打つとこれは出しにくくなります。確かにちょっと安心になる。結構します。はい、14。なんかね、戦闘のゴールはね、スタンダード時代に使われただけあって超優秀です。フィニッシャーですね。軽いよね。ゼロマナでプレイします。ずる終わりです。頼むここどうなっても知らんぞかわいいよ。いい、俺ね、犬派なんだよ猫より犬犬呪文詰まりね。くー、妖精派だったか。終わりで、つらい。飛行で落ちてくる。これで9です。相手の方はね、絵がかっこいいですよ。ミソプレス作業終わりです。はい。どうぞ。ゴー。ゴー。ゴー。アップキープ。イエス。変身せず。変身せず。5点です。5点、4です。戦闘モードで終わりです。はい。ドロー。とちひこさん半分とちひこさん半分引いたぞ9枚カン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 。パンパンのいいとか好きな基本地形いっぱい使える基本地形デッキ多いもんね。さあ運命のいい書店多いよ。来ました来ました。僕もいい書店来ました。はい、まあね、1マナ息アリーノ、2マナ息アリーノ、スパイアゴーレムも触られんの触れんの。うん、これサイドボードした。これかのリミテッドで大活躍したスーパークリーチャーですね。 まずい。はいはい、僕は60点くらいの所定なんですが、まあ土地ありクリーチャーあり呪文のバランスがいいのでキープしてますね。はいはい、お願いします。お願いします。ダメはいつも通りモグの徴収ってやつかな。はい、はい、放送ビルもないのでね、安心して提供します。はい、物の禁止カードは何だか使えるという、うん、間に合うかなって間に合わなすと下下でかなり緊急。はい、割りドロー。この下下ってね、実質3ドローみたいなもんですから、ね、そう。遠距族のシャー通ります。ありがとうございます。ということはこの火花赤字も通ります。通りました。2点。はい、はい、終わりです。はい、ゲームも終わりですかね。終わりですか。これテイク4いけませんかね。どうですかね。困りましたね。このね、火花火事はね、やはりオンスロートドラフトを制したといっても過言ではない。最強のクリーチャーですからね。クリーチャー出せませんね。終わりです。キュンはい、今ここは、まあ、呪文詰まりのスプライトをケアしなくてよくなったので、こういう時にね、堂々と1マナ息を出せるっていう。あんな1マナ息をカウンターしなければいけないほど今ピンチです。ピンチ。対抗呪文がここに、はい、対抗呪文、対抗呪文されました。じゃあ殴ろうか。はい、5点。はい、13です。はい、終わりです。さあ、井川さんといえばビートダウン、ビートダウンといえば井川さん。そして青タン20がないと思って大間違い。あ、ついに あ、ブラスト。ブラストです。僕もね、ブラスト入ってるんですが、ハイドロブラスト、水流派によって死にました。昔っぽいカードですよね。強すぎるよね。あんまり破壊できるんだ。さあ、ここで、ね、ついにクリーチャーを出されたと。はい、アタック。ドロー。13か。シュッ、谷をかけるもの。はい、かけてきたー。かけてきたー。よっしゃい。
ライフが13。殺すか。あ、編成ゲイン。今やりすぎだな。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ4点で9です。はい、あ、そちらが18、そっちが18で、はい、そっちが9。はい、さあ終わりです。さあ、はい、ゲージで表すとピンチと SQ です。ここまずは何かクリーチャーの壁を探さなきゃいけない。そうだね。まあ、シアンが打ちます。戦闘のゴーレムがベスト、ランドセットからの、まあ、この3枚なんですが、まあ、戦闘のゴーレムを探しに行くか、まあ、これの流れで勝つかっていう話なんですけど、まあ、これがあれば、まあ、ギリギリ逆転できるかなくらいの感覚なので、このまま引きます。お、はい、で今秘密を掘り下げるものをプレイして、まあ、さっきシアンを打ったってすぐ変身、そうだね、変身はしそうやつですね。終わりです。あった。さあ、相手のライフは9、もうかなりね、おせおせですが、ここでね、クリーチャーをね、引いたねと。呪文詰まりは、呪文詰まりします。されたくないね、稲妻にしましょう。あるっていう形で、怪しいか。本体打った方がいいじゃないか。本体打った方が良かったな、これ。6点3点。6点3点で勝ったな。まあ、やっちゃったもんだから、はい、ミスです。相手のライフをよく見ましょう。これね、次のターン殴れないかもしれないからね。はい、4点。あれ、まあまあまあ、これも殴れる、これも殴れる。はい、3。こういうのはね、テラリプレイというやつですね、いわゆる。でも、そしたら、でも消さないとダブルブロックしてくれますもん、あれか。ダブルブロックなら、まあ。微妙なんじゃないの、やっぱ。なんかさ、消さないと、次出てきた1-1とかでダブルブロックとかあるから、まあなんかそんなに悪いプレイではない気がする。分かる。うん。そんなに悪くはない。別に。これで3なら、キープに変身します、うん。はい、何を見せると。はい、ーーお、強い。まあ、これと乗ってたの、うん。あ、なるほどね。ギリギリいけるから。クリーチャージも壊れたら、もうこれでね、勝つっちゃ勝つかな。で、まず抵抗で、はい、ゴーレムを引かなければ、気持ち。これじゃないんだかな。なんか、負け筋的には消した方なんか合ってる気がして、何か、僕もクリーチャーの壁を引かないといけない、うん、そうだよね。下です。はい、で、どうします。で、シアンを、はい、壁を探しに行く、まあ、主に戦闘のゴール。あ、いた、よかった。あ、じゃあゴールにいましたね。しかし、ゴールに戻すと今度はハイドロブラストを水流砲を構えれない。今崩壊した。いや、なんランドマールです。ランドマールなんですよ。ランドマールのか。で、2マナでゴールに移って、はい、で、噴出、おお、この禁止カードをで、土地をセットして水流砲を構えて、水流砲を構えて、まだ生きている、ギリギリ生きているよと、はい、ドロー。はい、という形でね、しかし、まあ、シュッ。はい。アクティベート。出ました。ほらー。では、これとこれを、これと、これブロック。と、あ、そうだね。うん。わかんない。マスタータックだけど、これ一応。なんか。とか、あ、ここか。ここか。こっちの方が。これとこれをブロックか。はい。これとこれをブロックで、ここに、水流が。それの手札がパラダイス。ああ、でした。負けました。ありがとうございました。カン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 。ベストムーブでしたね。何枚引いた？3枚引いた。すごいね、この1マナ2たち。1マナパワー2がね、そう。レガシーでも通用するくらい。はい、というわけでお送りしたハレリアコンバット、今回パウパーでしたが、なかなか単色デッキ同士の割にはすごい激しい戦いで、そうですね、うん、環境早くてそうですね、一旦目に動けないともう厳しいくらい、うん、はい、一番のカードが強いんですよね。なんかレガシーモダンとね、遜色ない戦いでしたね。そうですね、使ったカードもレガシーモダンと遜色ない。稲妻とチェンライ、こっちポンダーと帝王、そうですかね。はい、という形でね、今回はね、アンちゃんが青タンデルバー使いましたけど、他になんかアンちゃん的におすすめのデッキとかありますか？あ
黒タンもおすすめですね。うん、アソーデンの灰色商人にフィーチャーしたレッチなんです。はい、あのスタンダードで活躍した黒新人。はいはい、はい、アウビレッテっていうあの古文の王曲の輪みたいな職があるんです。なんかありますね、黒黒一のエンチャントだっけ。そうですね、うん、あのクリーチャーを追放する職なんですけど、まあ、それが場に残るのでしょ。アソーデンの灰色商人で4点ドレインとか、あとあれですよね、騒がしいネズミと、なんとかの魔女みたいな、クモンバッチの魔女がパウパーパーは優秀ですね。はいはい、黒ネズミ1が多いので、黒黒の1、3なんですけど。なるほど、はい、そういったクロタンもあり、はい、あとはタンもあり、最近ミドタンスコンピーも結構いる、ね、はい、エンコンとか、あと緑のクイーンオレインジャーとか、うん、若き妖怪、不死の、はいはい、1マナ1、1のね。そうですね、あと マナクリーチャーも多いので、あとエンジュ族と、はい、そうですね、まあ、それだけではなく、コントロールも決めますね。うん、ふるさとローン。そう、さっきも言ったやつですけど、リンドーバの恐怖。あれが、フィニッシャーなんですよ。もともとアンコモンだったけど、エタマス、モダマス3。モダマスか、モダマスか。3でコモンになって、うん、青黒の44なんですけど、バウンスしながら。すごいよね。はい、あれをちらついたりとかして、最終的に、はい、ね、かなり多種多様なデッキが。いますよと、僕のおすすめの島川フリちゃんゲームいますね。この間 5-0 なんか優勝したよね、パウパーチャレンジかなんかで。1ターン目にサイクリングして2ターン目に死体発掘で5-5-5-4、これもうほとんど対処できるんですよ、うん、はい、まあそんなね、多種多様なデッキが遊べる楽しいパウパーですが、ハレルヤトマセンターでは週に一度ですね、現在、はい、平日大会を行ってます、はい、毎週火曜の20時からはい、参加、大会やってますので、よろしければぜひご参加ください。ちょうどね、7月、8月からそのパウパーを押すようになって、ハレルヤトーナメントセンターだけでもね、大阪店でも開催してますので、あ、そうですね、確か結構しても、ね、はい、人が来てるという形 で、はい、大会立てた記憶があるので、はい、そちらも、はい、ぜひぜひ参加してください。はい、またですね、8月からかな、月に1回パウパー杯始めましたという形で、はい、確か9月もやるはずなので、パウパー杯、そうですね、休日パウパー、休日にいわゆるスタン杯、モダン杯、レガシー杯と同様に、はい、参加1000円で5回戦みたいな、商品も同じ、そうですね、ほぼ同等だったかな、確か素晴らしい、少し来月ちょっと変わるかもしれないんですけど、まあ、そんな感じで安いデッキで楽しめる、はい、っていう形でデッキ安いですから、まあ、コモンタン、はい、この今日お送りした青タンデルは大体5000円しないくらいですね、その赤タンも多分3000円もしない、この赤タンめちゃくちゃ安いよね。そうですね、あれとチェインライトニングだけ、はい、チェインライトニングもエターナルマスターズに、そっかそっか、再録されたもんね、300円か500円くらいな、もうあとはもう20-30円みたいなカードも、そうそう、ただ見つけるのが大変です見つけるのが大変な方はぜひハレリアトーナメントセンターでお買い物をして、はい、お買い物でくださいと、はい、そしてここからがちょっと告知がございますと、はい、現在 YouTube スペースという YouTube 公認のスタジオでハレリアコンバット in YouTube スペースを撮影してみようという企画を進行中です。わあ。で、その YouTube スペースがチャンネル登録数が1万人以上、うん、結構大勢必要なんです。そうですね、はい、今がね、確か3200とか300とか、はい、そのぐらいですね、はい、その1万人以上になると YouTube スペースが使えるようになる、はい、ということですか。わかりました。で、じゃあこの企画が実現できるかどうかは視聴者の皆様にかかっていますというわけで、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。現在ね、もう毎週そのこちら動画を更新して、どんどん今視聴者数じゃなくて、チャンネル登録者数が増えてるところですよね。ハレルヤ YouTuber ってことですね。はい、そうですねはい、はい、というわけで今回はこんなところで終わりたいと思います、はいはい、またパッパに限らずいろんな動画をハレルヤコンバットで流していきますので、引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。次はヴィンテージもやりたいやるかもね、はいはい、ぜひやっていきたいと思います、はい、ではまた、さよなら。はい、ご視聴ありがとうございました。